はい、皆さんこんばんは。ポリゴンポリゴン2ポリゴンです。さあ今日はですね、もう去年のイベントかなでやってたあの天夜叉ね、ハロウィンイベントのやってきてますと、でなんか30回ねクリアすればトリマね、ハロウィンイベントのスゴフェス限定キャラがゲットできるっていうことでね、やらなきゃ損損っていうことでね。ちなみに言うとハロウィン限定キャラで、レベル上限マックスになってんのは、シャンクスです。シャンクスが、来たら俺はもう嫌になります。何かが崩壊しそうです、心が。まあでもね、最近かなりガシャ運いいからね。まあ報酬ガシャでね、被ったところで、のんのんのんっていうところではあるんだけれども、で今回こういうパーティーで行こうかなと。基本みんなね、地属性で行ってるっしょ。あ、もうめんどくせえから地属性。このパーティーだと、道中ね、飛ばしていけるっていうね。バトル3までは飛ばせます。なので、このパーティーで来てます。で、戦場効果向こうがね、バトル3で食らっちゃうんで、それ解除するようにってことで、ウルティとコラソンを、それぞれ、カイドウとトラファルガーローちゃんに入れてますと。あとは、一応、そのね、地属性のね、黒ひげさんを入れました。右肘下、右下にね。で、右下がね、バトル4で戦場入れ替えされちゃうんです。でもね、黒ひげちゃんね、力属性と地属性のね、攻撃エンハンスかかるんで、戦場効果がね、ちょうどいいです。さらに言うと、カイドウの EX 超過を使うために、キングとジャックを入れました。なんかこういう時にね、クイーンって入り込んでこないんですよね。なんか知らんけれども。キングとクイーン入れまして、で、キングが必殺弾に短縮かなと、目隠しをね、回復してくれます。まあそこは別に付随的な効果なんで、そこまでね、必須キャラではないんだけれどもね、必殺弾短縮しときたいなっていうのがちょっとあってね。バトル4を飛ばす切るためにも、カイドウの必殺技をちょっと打ちたいかな、みたいなところもあります。まあ、なくてもいいかもしれんけどもね。あとは、ジャックね。ジャックが、痺れとね、攻撃ダウン状態を解除してくれるんで、バトル用で活躍してくれますと。で、ロー入れてるのは、封じ状態と戦場効果無効状態解除かな。はい。なので、これで、バトル5が突破できると。まあ、一回行ってみようか。ちなみにね、これ30回ね、クリアしなきゃいけないので、なんだろう、スタミナ3倍とかでやっても、1カウントにしかならないのかな ?3 カウントになるのかな。はい、じゃあ行きましょうか。バトル2で、バトル1からバトル2もね、全部吹き飛ばしていきます。カイドウの戦長効果でね、かける500かな、ダメージ食らわせられるんで飛んでいくんですね。戦長効果向こう受けるんですけれども、サポート効果で解除します。で、ここもね、カイドウで飛びます。 OK。 さあ、ここからですね、バトル4からは、通常攻撃以外ダメージ1がかかっちゃうんで、カイドウの戦場効果も意味なくなっちゃうんですよね。だからここからは自力で突破していくことになりますと。で、一応ね、黒ひげが戦場入れ替えさせられちゃいますので、こういう状況になると。で、痺れ状態とね、攻撃ダウン状態が5ターンあるんで、ジャックの必殺技を使います。はい。で、EX 超過ね、カイドウ使いましょう。そうすることで、上段がワスロットになりの被ダメージね、倍率下がりますと。キングもね、使っちゃいましょう。基本隠し状態解除して、カイドウの必殺技が打てるんで、必殺技打っちゃいましょう。はい。で、バトル、残り5回のね、タップ回数で飛ばしていくんですけれども、まあ、黒ひげのね、スロットはね、残しといてもいいかな。で、3タップぐらいでね、突破しての、はい、まあ、いろいろ封じとかね、戦場効果無効とかされるんですわね。はい。で、まあ通常普通にね、戦場効果戻ります。戦場がね、カイドウに戻ります。ここで、封じ状態と戦場効果無効を解除するためにローを、使いましょう。はい。で、またね、カイドウの、EX 超過と、攻撃力強化ね、あ、攻撃力強化じゃねえな、被ダメージ中の攻撃強化か。で、黒ひげのね、必殺技を打てば一定以上ダメージ軽減状態解除できますと。で、黒ひげがね、攻撃力強化とかかかってますし、ワスロットにもなってるんで、1タップね、パーフェクトタップ、あ、やば、この状態でもいきます。パーフェクトタップでね、バリア剥がすのをちょっと手間取りましたけれども、黒ひげ一発でもいけるね。はい。まあこんな感じで突破していけば、まあまあ早くね、クリアできるんじゃなかろうかっていうところですね。
はい、いかがだったでしょうか。一応ね、さっきね、スタミナ3倍でやったところ3回攻略したことになってたので、スタミナ3倍でクリアしていきましょう。ね、追加キャラとか特攻キャラとかいう区分がないので、追加してアイテムいっぱい出ますよとか、ポイントに応じてランキングありますよっていうものでもないので、いかに周回していくか、即周回していくかってことなので、まあこれ結構早いんで、ぜひぜひおすすめですと。ね、本来であればね、多分コラソン&ロー、地属性のね、あっちがね、特攻キャラで出てきた時なので、一番適正キャラにはなるんだけれども、まあカイドウがね、いれば、ポンポンポンと攻略できるんで、ぜひおすすめです。それでは、チャンネル登録の方と高評価お願いします。さよなら、バイバイ。よー